よう、久しぶりだな。後ろから声をかけてきた男性、それは元夫だった。こんなところで二度と会いたくないと思っていた人と会うことになるなんて。お前、生活保護もらってるらしいじゃねえか。そう言ってニヤニヤしている元夫。隣にいる元夫の再婚相手も私を嘲笑っている。私はそんな二人にとある真実を伝えてあげた。一体誰と勘違いしているの？私の名前はのぞみ、35歳の主婦だ。夫のまさととは結婚して7年になる。私たちの出会いは職場だった。私は大学を卒業後、一般企業の事務員として就職をした。夫はその会社で営業マンとして働いていた。部署が違うので基本的に関わることは少ないのだが、夫はたまに私がいる部署に用事があり、来ることがあった。その際に挨拶はしていたので、お互いに顔は知っているという感じだった。そんな夫と距離が縮まったきっかけは、たまたま私が友人と飲みに行った時だった。私と友人が二人で飲んでいると、隣の席に正人が職場の人と座ったのだ。あれ？ジムの。正人は私に気づくとすぐに話しかけてくれた。私も、あ、どうも、と挨拶をする。そしてせっかくなので4人でその場で飲むことになった。その時に彼といろんな話をして私たちは仲良くなった。連絡先も交換し、定期的にメッセージのやり取りをするようにもなった。そして彼は仕事後に私を飲みや食事に誘ってくれるようになり、さらには休日にデートのお誘いもしてくるようになったのだ。彼の誘い方にはとても誠実さを感じ、私はデートに行ったりしたのだが、私を楽しませようとしてくれるのが伝わって、信頼できる人だなと思った。それから彼に告白をされて、私たちは付き合うことになった。交際が始まってからも、彼は私のことを大事にしてくれて幸せだった。そして付き合い始めて1年半ほどが経った頃、彼は私にプロポーズをしてくれた。これからの人生ものぞみと一緒に歩んでいきたい。俺と結婚してくれ。はい、よろしくお願いします。こうして結婚することになった私たち。だが実は私にはとある秘密があった。それは私の実家についてだ。私の実家は首都圏にはあるが東京ではなく、私は大学から上京をしてきたタイプだった。父は実は大手企業の社長を務めており、さらには地主でもあり、不動産投資なども行っていたので、かなりの金持ちだ。そのため父のもとにはいろんな儲け話がやってきた。ひどい時はまだ学生である私に話しかけてきて、そこから父にうまく取り入ろうとしてくる人までいた。父はあまり目立たないように普通の一軒家を建てて住んでいたのだが、それでも周りの人たちには父の仕事について知られていたので、相当なお金持ちであることはバレていたのだ。だから学校でも私に仲良くしてこようとする人の中には、親から頼まれたりとか、何かしらのおこぼれをもらおうと、いやしい目的で近づいてくる人もいたのだ。しかし私自身は父から甘やかされて育ってはいない。小遣いも一般的な金額だったし、何でもかんでも買い与えることはせずに、自分で小遣いの範囲内でやりくりするようにしつけられた。だから私は金銭感覚はものすごい普通だった。それでも私に近寄ってくる人はすでに実家が金持ちだと知っているので、いずれ恩恵を受けられるだろうと期待して近づく人が多かった。高校までそういう経験をたくさんしてきたので、私は嫌になり大学は東京に行くことにした。そして上京して大学生活を始めると、私は実家のことを言わない状態での人付き合いが、こんなに楽だということに気づいた。みんな、普通の人間として私に接してくれるのだ。だから、逆に私は周りの人たちには実家のことは言えなくなっていた。
そしてマサトに対しても言わない方がいいと判断した。彼のことはもちろん信用している。東京に来て私の家のことを知らない状態で、私にプロポーズまでしてきてくれたからだ。そのため私の家のことを言って、態度が変わる彼のことを見たくなかった。それにこの先何十年も連れ添えるのなら、その時に話してもいいだろう。後になってから莫大な資産が入ると分かっても、嬉しいことには変わらないからだ。それから私たちはお互いの両親に挨拶に行った。彼の誠実な部分はちゃんと私の両親にも伝わり、親は私たちの結婚を認めてくれた。そして義両親も私のことを気に入ってくれて、無事に結婚の準備が整った。私はあまり地元の人たちを式に呼びたくなかったので、身内だけのこじんまりとした結婚式にした。そのため夫に実家のことを知られることはなかった。それから結婚生活を始めた私たち。彼は結婚したら、私に家庭に入ってほしいと言ってきた。でも将来的に子供ができた時、お金に困らないかしら。私はそうやって聞いてみたのだが、夫は、それは俺が一家の大黒柱としてしっかりと働くから、気にしなくていいよ、と言ってくれた。私は彼がそうやって言ってくれて、すごく嬉しかった。とても頼りがいがあると思った。そのため安心して専業主婦になった。それからは夫を支えるために、家事を一生懸命頑張った。掃除も料理も自分でも褒めていいほどに力を入れたと思う。実際、夫は、毎日の料理がとても美味しいから仕事を頑張れるよ、と言ってくれた。そうやって喜んでもらえると、私もまた頑張ろうと思える。夫は結婚してからも私のことを大事にしてくれて、休日もいろんな場所へ連れて行ってくれた。そうやって観光を楽しんだりしながら、いろいろと思い出を作った私たち。気がつけば結婚をして3年が過ぎていた。そんな中、私はついに妊娠をした。もともと早くから子供が欲しかった私だったが、なかなか子供ができずに悩んでいた。だから子供ができた時はものすごく嬉しかった。夫も子供ができたことをすごく喜んでくれて、俺もますます頑張らないとな、と言ってくれた。この先何があっても、私たちは幸せな家族でいられるだろうとそう思っていた。そして無事に私は赤ちゃんを出産。元気な女の子が生まれた。しかし、子供が生まれてからというもの、少しずつ私と夫の関係に変化が。うわ、臭いよ。そりゃ仕方ないでしょ。うんちをしたんだから。早くおむつを替えてくれよ。臭くて気持ち悪いよ。そう言って夫はすぐにその場を離れた。他にも赤ちゃんが夜泣きをしていると機嫌が悪そうにしていて、私に早くあやしてくるように命令をしてくる。いくら私が専業主婦だからといって、そんな風に命令してくるのは違うと思う。しかも子供が夜泣きをした次の日の朝は、決まって夫は怒っている。仕事のために体力を回復させないといけないっていうのに、どうして睡眠の邪魔をされなきゃいけないんだよ。お前がしっかりと赤ちゃんをしつけないから悪いんだよな。そんな。夜泣きなんて、赤ちゃんはする子が多いんだから仕方ないでしょ。何でもかんでも仕方ないで片付けんなよ。そういうの甘えだと思うぞ。夫は私のせいだと決めつけていた。どうしてそんな風に私が責められなければならないのかと腹立たしく思った。夫はそれからというもの、飲み会を増やしたり残業を増やすようになった。そのためどんどん帰りが遅くなっていって、私は一人で不安な日々を過ごしていた。無愛想な態度を取られていても、やっぱり小さい子供を育てているときは、誰かもう一人、大人がいてくれる方がありがたい。だが夫はまるで子育てを避けているような感じで、家に帰ってくるのがどんどん遅くなっていた。
私は孤独に子育てをして何とか娘を育てていった。そのおかげか娘は私にとても懐いてくれた。4歳になった娘は幼稚園でいろんなことを学んでくるようで、楽しそうにしながら私に幼稚園での出来事を話してくれる。私は毎日娘の話を聞くのが楽しみで幸せだった。だが一方で夫との関係には悩んでいた。というのも夫は相変わらず帰りが遅くて、私や娘とまともに関わろうとしてくれなかったからだ。他のママさんたちの話を聞いていると、家族で旅行に行ったとか遊園地に行ったとかいろいろと楽しいイベントを家族で体験しているようなのだが、我が家は夫があんな状態なので、ずっと家にいるか私と娘の二人で公園やショッピングモールに行くだけだ。これでは娘がとてもかわいそうだ。だから私は夫に周りのママさんたちのように、家族で出かけて思い出を作りたいと話した。しかし夫は、俺は仕事で疲れているんだ。俺に養ってもらっているくせにわがままを言うんじゃない、と言ってきたのだった。そのため夫は何も動いてくれず、ただただ私と夫の間で険悪なムードが漂うだけとなってしまった。本当にこのままでいいのだろうか。夫との関係を改善し、娘にとっていい父親と母親でありたい。そう願っていたのだが、夫はとんでもないことをしでかした。それはある日の夜中の出来事。深夜0時ごろ、夫がいきなり女性を連れて帰ってきた。私はまだ起きていたのだが、見知らぬ若い女性がいてびっくりした。そちらはどちら様？こいつは俺の愛人のゆかだ。私は開いた口が塞がらなかった。夫はなんと愛人を連れてきたのだ。ちょっとどういうつもり？愛人を連れてくるなんて、どういう神経をしているの？もうお前とは終わりにしたいと思ってな。彼女と再婚するからお前とは離婚だ。そんな、いきなり離婚だなんてふざけないでよ。娘のことはどうするつもりよ？そんなのお前が育てろよ。俺はゆかと新しい人生を歩むんだ。そうやっていきなりやってきて、納得いくわけないでしょ。私は夫にめちゃくちゃ幻滅したが、それでもただただ言われっぱなしというわけにはいかなかった。仕方なく夫と不倫相手を居間に入れて、私たちは話をした。娘が寝ているからあまり大きな声を出さないでね。あなたの中にも気遣いの心があるのなら、小さい娘に大人のドロドロしたものを見せたくはないでしょ。俺はどっちでもいいけど、言う通りにしてやるよ。ゆか、静かにな。はい、お口チャックしておきます。ゆかという愛人はものすごく派手な服装をしていた。まずあなたたちはどこで出会ったの？俺がゆかが働くキャバクラの店で出会ったんだよ。キャバクラ。ゆかさん、あなたいくつなの？24歳です。彼女はお前よりも11歳も下なんだ。あれ、それくらいしか違わないの。なんかすごく老けて見えるから、20歳くらい違うかと思ってた。そうやって私を馬鹿にして笑う夫の不倫相手。彼女も最低な人だということはすぐに理解した。わかったわ、あなたとは別れる。だけど慰謝料と養育費はちゃんと支払ってもらうからね。私がそう言うと、夫は肩をすくめた。ああ、手切れ金として支払ってやるよ。それでお前みたいなババアと別れられて、可愛い彼女と一緒になれるなら安いもんよ。そう、じゃあこれでこの話は終わりね。ああ、離婚届は用意しておくからさっさと書いて出て行けよ。まあずっと専業主婦だったお前には仕事なんて見つからないだろうけどな。ホームレスになっても俺を恨まないでくれよ。うわあ、悲惨な人生ね。そんなのになりたくないわ。そうやってずっと私を嘲笑いながら、夫と不倫相手は家を出て行った。私は二人が出て行った後、
その場にへたり込んだ。どうしてこんな裏切られ方をされなければならないのだろうか。私は一生懸命に家事をしてきたし、子育てだって頑張っていた。夫にはそんなに迷惑はかけてこなかったと思う。それなのに夫は私を罵倒し、不倫をして私を捨てたのだ。これほどの屈辱を味合わされるとは思わなかった。そして私は言いようのない怒りでいっぱいになった。それから私はすぐに荷物をまとめ、娘を連れて出て行った。そして実家に帰ったのだが、両親は私の話を聞いて憤慨していた。父は夫を懲らしめてやろうか、と私に聞いてきたが、それはやめることにした。もうあんな奴と関わること自体が嫌だったからだ。それから私は弁護士を通して夫と離婚し、夫と不倫相手に慰謝料を請求した。さらに夫には養育費も請求。夫は脱しぶることなく慰謝料を支払い、養育費も分割で毎月支払うことを約束してくれた。よほどさっさと私と離婚をして、不倫相手と再婚したかったようだ。あんな最低な男に引っかかってしまった男を私は反省した。そして娘から父親を奪ってしまった分、さらに大切に育てる決意をした。その後、私は父の会社で働くことにした。せっかく地元に帰ったのなら、父の元で仕事を覚えて社長の座も継ごうと考えたからだ。父は本当は私に後を継いでほしかったようで、私が父の会社で働くというととても嬉しそうにしていた。それから、私は両親と一緒に娘を育てながら仕事に打ち込んだ。娘はすくすくと成長していき、小学校に進学した。学校でお友達がたくさんできているようだし、勉強も頑張っているようだ。テストの成績がいつもいいので、父は、この子は将来、私やのぞみよりも優秀な子になるな、と喜んでいた。そして私は今まで夫のせいでなかなか遊びに行けなかった分、娘を連れていろんなところに観光に行くことにした。沖縄に行ったり、北海道に行ったり、海外旅行に行ったり、娘には今まで体験させられなかったことをいろいろ体験させた。両親もついてこれる時は家族4人で出かけてたくさん思い出を作った。夏休みなどの思い出で娘が海外旅行に行ったことを話すと、クラスの子たちからすごいと羨ましがられたそうだ。もしあのまま夫と結婚生活を続けていたら、こんな経験はさせてあげられなかっただろう。そしてその後も私は仕事に打ち込み、どんどん結果を出していった。気にしていなかったつもりだが、夫を見返したいという思いがどこかにあったのだろう。必死になって頑張った結果、私は父の会社に入ってから4年後、ついに父に代わって社長になることが決まった。父は前々から母と海外に住みたいという思いがあったようで、社長の座を明け渡して海外に行きたかったそうだ。そのため海外に支社を作り、父にはその支社の取締役に就任してもらった。その後、私は経営者として必死に働き、会社の利益を増やすために頑張った。今までとは違い、女性目線でのアイデアなども出せるようになったので、企業のイメージにも変化が生まれ、女性客を対象とした新規事業での成功も可能になった。新規事業の本社は東京に置き、私は仕事で地元と東京を行き来するようになった。とは言っても基本的には地元で働き、リモートで東京の会社の役員とやり取りをし、月に1、2回ほど東京に行くようにしている。その際には娘も連れて行っており、次の日を休みの日にして東京観光も楽しんでいた。ある日、私は娘と一緒に東京の観光名所に遊びに来ていた。そして娘がトイレに行きたいと言ったので、私はトイレから娘が出てくるのを待っていた。観光名所なだけあって、トイレは長蛇の列だった。だからしばらく待つことになったのだが、そんな時、
私は誰かから声をかけられた。よう、久しぶりだな。後ろから声をかけてきた男性。それは元夫だった。こんなところで、二度と会いたくないと思っていた人と会うことになるなんて。マサト。こんなところで何やってんだよ。別に何でもいいじゃない。私がそう冷たく返しても、元夫は物珍しそうに私を見てきて笑いながら話し続けた。お前、生活保護もらってるらしいじゃねえか。は。こんなところにいるってことは、もしかして乞食のように生きているのか。お金や食べ物を恵んでくださいって。そう言ってニヤニヤしている元夫。ダサすぎでしょ。子供がかわいそう。隣にいる元夫の再婚相手も私を嘲笑っている。私はとても腹が立ったが、こんなところで会うなんて何かの縁だとも思った。お前と本当に離婚してよかったわ。生活保護の女とかマジでごめんだからな。いつまでも私を罵倒してくる元夫と不倫相手。私はそんな二人にとある真実を伝えてあげた。一体誰と勘違いしているの？私、生活保護なんてもらってないけど。むしろ、あんたなんかよりもかなり稼いでいると思うけど。え？私がそう言うと元夫は目を丸くした。だがすぐにムカつくにやけた顔をした。いやいや、どうせハッタリだろ。お前が俺に収入で勝てるわけねえんだから。そうやって笑う元夫に、私は自分の名刺を渡してあげた。元夫と不倫相手は名刺を見てぎょっとしていた。え、お前この会社って大手の。しかも取締役って社長ってことか。ね、ねえ。このもう一つの会社って、最近すごいいい高級な化粧水を販売しているところじゃない。私ここの化粧水、試したいって思ってたんだけど。どうしてお前がこんなすごい会社の社長なんだよ。元夫は興奮した様子で聞いてきた。だってそこもともとは私の父の会社だもの。え？いや、でもお前の実家は普通の家だったじゃないか。ああ、そうやってできる限り素性がバレないようにしてたの。資産家だってバレると面倒なことが多いからね。だから、あなたと結婚してた時も黙っていたわ。ま、そのおかげですんなりと離婚できたからよかったわ。今では新規事業の成功も含めて、私の資産が10億を突破したところだから。10億。元夫と不倫相手は、今にも倒れそうなほどにふらふらとしていた。どうして教えてくれなかったんだよ。知ってたら俺はこいつとなんか。え、それどういうこと？だってお前、全然家事をしないじゃないか。浪費だってすごいし、今日もブランド品をどれだけ買わされたと思ってるんだ。あんたにはそれくらいしか取り柄がないでしょう。私みたいな美人で若い嫁をもらえているんだから、それだけで感謝しなさいよ。いきなり夫婦喧嘩を始めた元夫と不倫相手。どうでもいいですけど、周りからすごく注目を浴びてますよ。私がそう言うと、二人は顔を赤くしながらその場を去っていった。後日、元夫からメールが届いた。話によると、あの不倫相手と離婚したからよりを戻したいとのこと。どこまでも自分勝手でなおかつ、そんなことが可能だと思っている頭の中が、お花畑になっている元夫に私は呆れてしまった。私は元夫のメールを無視し、元夫の職場に迷惑行為をされていることを報告した。大企業の社長に迷惑行為を行っているということで、元夫の行動は大問題となり、元夫は窓際部署に飛ばされて出世が見込めない状態になったらしい。今まで好き勝手やってきた分、そういう形で痛い目を見るのは本当にいい気味だと思う。一方、私は相変わらず経営を頑張っており、娘もすくすくと成長している。
これからも親子仲良く楽しい日々を過ごしながら、幸せな人生を過ごしていきたいと思う。単刀直入に言うわ。あんたこの家出て行ってくれる？え？ここはマサトが持っているマンションで、今は私たち家族がみんなで住んでいる。せっかくの一家団らんの場所で、一人だけ家族じゃない人間が混ざっているのが許せないのよね。大体ね、マサトに食わせてもらってるのに、こんな良い家に住むこと自体、身分不相応なのよ。この家は私がもらうわ。だから寄生虫は出ていけ。そのように言ってきた義士。私はむしろすがすがしかった。これくらいひどい奴らの方が、私たちがこいつらを置いて出て行っても罪悪感が出ないからだ。わかりました。お姉さんがそこまで言うのなら出て行きます。私の名前はのぞみ、35歳の会社員。夫のマサトと結婚して5年になる。私たちは夫婦共働きで仲良く幸せに暮らしていた。だが現在、私たちのそんな穏やかな生活が少しずつ脅かされている。その原因は義両親だ。まあ、いいお家ね。すごい立派だな。母さんに父さんも来てくれてありがとう。まさかマサトがこんなすごいマンションに住むようになるとはね。頑張ったんだな。最初に義両親がこの家に来た時は、まさかあんなことになるなんて思いもよらなかった。ねえ、せっかくだしここに住んでみよっか。え？私たちがこのタワマンに住み始めたきっかけを作ったのは、たまたま見ていたテレビ CM だった。数ヶ月後に建つというタワマンの宣伝の CM で、食事を終えてソファーでゆっくりしていた時に、二人でその CM を見ていたのだ。いや、でも家賃とか高いんじゃないか。まあ、そこそこするとは思うけど、そこは私が何とかするよ。でも、俺たちは将来のことを考えてこの部屋に住んで貯金をしてたわけだし。もう出産は諦めようかなって思ってるの。え？妊活も不妊治療も結局うまくいかなかったでしょ。もうそろそろ諦めて、夫婦として最高の時間をたくさん作るっていう風にシフトする方がいいんじゃないかなって思って。のぞみ、俺はのぞみがいいなら反対はしないよ。我が家の大黒柱だしね。えへん、お主図が高いぞ。母、私と夫はずっと子供が欲しかったのだが、もう無理をするのはやめにしようと決めたのだ。タワマンはたまたま CM で目に入ったから提案してみたわけだが、それでも心機一転で新しくて豪華なお家に住めば切り替えられると思ったのだ。実際、家の間取りとかを見たり、引っ越しの準備をしていると、とてもワクワクしてきた。そしてマンションが完成し、いざ引っ越すとその豪華さや綺麗さに心を打たれた。これが我が家になるのか。私たちが契約したのは 5LDK の部屋。私たちは何にもないフローリングに大の字になり、これから住む部屋の空気を思いっきり吸った。それから荷物を運び、私たちはこの部屋で暮らし始めた。最初から本当に快適で幸せな生活をしていた私たち。引っ越したことは義両親に伝えていたのだが、いろいろと用事やら仕事やらがかぶって、義両親が来たのは私たちがこの部屋に引っ越して1ヶ月が経った頃だった。この間の1ヶ月は私たちにとって至福の時だったと思う。そんな幸せな時間をお裾分けできると思って義両親を招いたのだが、義両親の目の輝きようはすごくて、夫も私も嬉しかった。わあ、ここにも大きな部屋がある。ここは日当たりがとてもいいな。駅からも近いし、スーパーや銀行も近いから本当に快適ね。そのように自分のことのように喜んでくれていた義両親だったが、その後、
驚きの行動をし始めたのだ。マサト、のぞみさん、来たわよ。え、お母さんたちどうしたんですか？いや、いい家だなって思ってな。今日は泊まらせてもらうよ。え、父さんたち何言ってるんだよ。いきなりそんなこと言われても困るよ。でも、あなたたちは明日休みでしょ。なら問題ないじゃない。別に晩ご飯とかは普通のでいいし。そう、そう言われましても。あ、じゃあ出前でも取りましょう。それならのぞみさんの負担もないでしょ。そのように提案してくる義両親。夫も私もせっかく遊びに来た義両親を追い返すわけにもいかないし、それくらい気を使わなくていいならと、とりあえず止めることに。義両親は終始笑顔でいて、翌日の朝に帰っていった。ふう、やっと帰ったか。いきなり来てびっくりしたね。今度からはちゃんと事前に連絡するように言ったから、気をつけてくれると思うけど。え、ちょっとマサト、これ見てよ。え、なんと義両親は今回泊まった部屋に荷物をいくつか置いていたのだ。しかもそれは寝巻きだとか着替えの服だとかそういったものだ。そこまで大きくはないにしろ、これじゃあ場所を取ってしまう。私たちは義両親が忘れていったのかなと思い、夫がすぐに連絡をした。すると義母から驚きの返事が返ってきたのだ。もしもし、母さん。なんか荷物忘れて行ってるけど大丈夫？ああ、それは置いて行ったやつだから大丈夫だよ。え、置いて行った。どういうことだよ。だってまた泊まるんだから、いちいち着替えや寝巻きを持っていくのは大変じゃない。そんな、勝手にこんなことされても困るよ。それにまた泊まるって、そんなに頻繁に来られても。ええ。息子の家に遊びに行っちゃいけないわけ。そんなことを言ってるわけじゃないけど。じゃあいいじゃない。いや、困るよ。意外と邪魔だし。だったら押し入れにでも突っ込んどいて。そう言って義母は電話を切ってしまったらしい。夫は困った顔をしながら私に謝ってきた。まさか義両親がこんなに身勝手な人たちだったなんて思いもしなかった。義両親はそれから2週間後くらいにまた泊まりにやってきた。そして今回も荷物を置いていった。最初は気づかなかったのだが、押し入れを開けてみたら義両親の私物がたくさん置かれていたのだ。これは確信犯だろう。義両親はこの家に住もうとしてる。私も夫もそう予想した。そしてその次に義両親が泊まりに来た際に、私たちは注意することに。荷物を勝手に置くのはやめてくれ。今まで置いていった分は持って帰ってくれ。夫がそう言うと、義両親はまさかの反対。そして驚きの発言をしだした。いやよ、この家に私たちも住むんだから。え？私も夫もびっくりして、開いた口が塞がらなかった。何言ってんだよ。同居の話なんて一切してないだろう。マサト、いいじゃないか。親孝行だと思って、ここに住まわせてくれよ。そんなこと急に言われても。夫が断ってくれているのだが、義両親は全然帰る様子がない。そして義両親は驚きの発言をしだした。実は私に借金があってな。実家の家を売らないといけないんだ。え、嘘だろ。本当よ。だから私たちは住む場所を失ってしまうの。悲しそうに言う義両親。私も夫もびっくりしてしまった。まさかそんな事情があったなんて。頼む、マサト、のぞみさん。迷惑はかけないからここに住まわせてくれ。一旦考えさせてもらうために義両親には帰ってもらい、
私と夫は二人で相談した。夫は自分の親が借金をしていて、実家を売らなきゃいけないと知ってショックだったと同時に、親のことを助けたいと思ったようだ。それは私も同じだった。特に義両親からは嫁いびりをされた覚えはないし、悪い人たちではないから、助けてあげたいなと思った。こうして私たちは義両親を家に呼んで同居することに。義両親はとても喜んでくれて、私たちに何度もお礼を言った。本当にすまないね。これからよろしく頼むよ。気にしないでよ、父さん。自分のお家だと思って暮らしてくださいね。ありがとう。そして同居生活が始まったのだが、数ヶ月ほど経った頃からか、義両親の態度が変わってきた。のぞみさん、早く朝食を作ってくれないかしら。あ、お母さん、私もう会社に行かなきゃいけないので、ご自分で用意してくれませんか？はあ？何言ってるのよ。嫁なんだから夫の親の朝食くらいちゃんと用意しなさいよ。それにね、普通は嫁は家庭に入って夫を支えるものよ。今すぐ仕事を辞めて家事に専念しなさい。そんな。まさかこんなことを言われるとは。そして義父は義父で私を顎で使う。のぞみさん、お茶入れてくれ。風呂はまだ入れないのか。ビール持ってきてくれ。なんだ、まだ晩飯ができないのか。とろい嫁だな。そんな風に小言を言ってくる義父。さすがに受け流すことはできないので私は夫に相談。夫はすぐに義両親に怒ってくれたのだが、義両親は全く聞く耳を持たなかった。その後も私に対して嫌なことを言ってきたり、嫁いびりと取れることを繰り返した。さらには私が気にしていることも言ってきたのだ。その年になっても、まだ子供を産めないって本当に女として終わっているわよね。昔の時代ならとっくに捨てられて離婚になってただろ。マサトもなんでこんな女と一緒にいるのかしらね。嫁としての役目を何一つ果たしてないじゃない。少しくらい大黒柱のマサトを支えなさいよ。言いたい放題の義両親。夫も自分の両親がここまで悪態をつくような人だとは思わなかったらしい。のぞみ、本当にごめん。俺の親がそんなひどいことを言うなんて。借金があって困ってたから同居を許可したのに、さすがにいくらなんでもこれは許せないよ。そうだよな。もう一度俺がきつく言うから。夫が私の味方なのは嬉しいが、それでも義両親を止められないのには困った。そして問題は義両親と私たちだけの問題ではなくなってしまった。マサト、のぞみさん、久しぶり。なんで姉さんが？お母さんたちがおいでよって言うから来たのよ。なんと義姉のゆかさんまでもが我が家にやってきたのだ。っていうか、なんで教えてくれなかったの？こんなにいい家に住んでるなら、普通は姉を招待するべきでしょ。招待したのに、弟夫婦の新居になんて興味ないって言ったのは姉さんだろ。ええ、そうだっけ。ま、別にいいけど。それじゃ早速邪魔するね。そう言ってずかずかと家に上がる義姉は、両手に大きな荷物を持っていた。ちょっと姉さん、そのでかい荷物なんなの？だって引っ越してきたんだもの。これくらいでかくなるでしょ。は？夫と私が驚いていると、義母が今からやってきた。あら、ゆか、やっと来たのね。お母さん久しぶり。ずるいよ。私に内緒でこんないい家に住んでるなんて。義姉と義母は今に戻って二人で勝手に話を始めた。せっかくだからお茶菓子でもいただきたいわね。のぞみさん、買ってきてくださる？ちょっと母さん、のぞみをパシリに使うなよ。
何よマサト、あんた嫁に尻に敷かれてるわけ。脱菜はね、言うこと聞かせてお茶菓子を買いに行かせなさいよ。姉ちゃんもいい加減にしろよ。俺は姉ちゃんまで同居することを許可した覚えはねえぞ。まあ固いこと言わないでよ。今日からよろしくね。そう言って無理やりこの家に居座り始めた義士だが、義士は結婚してるはず。旦那さんのことは放っておいてよいのだろうか。しかしそんなことよりも何よりも厄介な人物が一人増えたことだ。義士は専業主婦だったはずなのに、この家では家事を一切しなかった。義母と一緒になってぐうたらして、一日中テレビを見ている。晩ご飯を作るわけでもないし、風呂を沸かしておいてくれることもない。夫も私も義実家の人たちのわがままには、もううんざりしていた。どちらからともなく、この家でようか、と言っていた。同じタイミングで同じことを思うあたり、夫婦らしいと思う。それじゃあさ、いっそのこと。私がそう言うと夫は、マジ。と驚いていた。仕事は、どうするの？私の仕事ならリモートで行けるから相談してみる。私の突飛な提案に驚きつつも、夫は笑って受け入れてくれた。そっちの方が今の生活より楽しそうだな。そして私たちは家を出る準備を進めることにした。それから2ヶ月ほど経った頃、私は義士からいきなり呼び出された。ゆかさん、何の用ですか？単刀直入に言うわ。あんたこの家出て行ってくれる？へ、正直言ってあんた邪魔なのよ。ここはマサトが持っているマンションで、今は私たち家族がみんなで住んでいる。せっかくの一家団らんの場所で、一人だけ家族じゃない人間が混ざっているのが許せないのよね。そんな、私は家族じゃないってことですか？当たり前よ。そんなのお母さんもお父さんも思ってるわ。なんて、ひどいことを言うのだろうか。大体ね。マサトに食わせてもらってるのに、こんないい家に住むこと自体身分不相応なのよ。この家は私がもらうわ。だから帰省中は出ていけ。そのように言ってきた義士。私はむしろ清々しかった。これくらいひどい奴らの方が、私たちがこいつらを置いて出て行っても罪悪感が出ないからだ。わかりました。お姉さんがそこまで言うのなら出て行きます。私がそう言うと義士は勝ち誇ったような顔をしていた。そうしてちょうだい。できるだけ早く出て行ってね。私が夫にこのことを伝えると、もう怒りを通り越して呆れていた。そして私たちはすぐに荷物をまとめて家を出た。新しい新居に引っ越せるまでは、まだ1週間ほどあったので、事情を説明して私の実家に一時的に泊めさせてもらった。まあ、一回引っ越したら簡単には会えなくなるので、ちょうどその前の挨拶ができてよかったと思う。それから月日は流れてあっという間に1ヶ月が経った。すると夫のもとに義士からの LINE 電話が来た。ちょっとマサト。あんたたちどこにいるの？え、なんで？聞きたいことがあるのよ。なんだよ。あのタワマンって購入したんじゃないの？いや、賃貸だよ。そんな、まさか家賃って月60万。ああ、そうだよ。嘘でしょ。それじゃあ、お父さんの口座から引き落とされたのは家賃だったってこと？ああ、そうだろうな。名義は父さんに変えたからな。そんなに高いの？あの部屋。立地とか広さとか考えてそれくらいするだろう。そんな。っていうか、なんであんたまで出て行ったのよ。私たちが追い出したかったのは、
あの嫁だけなのに。一家の大黒柱のあんたがいなくなるのはダメでしょう。何言ってんだよ。望みを追い出した時点で俺も出ていくのは当然だろ。夫婦なんだから。それになんか勘違いしてるみたいだけど、あの部屋の家賃を支払ってたのは望みだよ。え、義士の声にならない声が聞こえてきた。のぞみさんは帰省中だったんじゃないの？何言ってんだよ。のぞみは IT 企業に勤めてて、俺なんかよりも稼ぎが圧倒的に上だぞ。そんな。スピーカー状態にしていたから義士がびっくりしているのが分かってちょっとスカッとした。私をバカにしていたことがいかにお門違いだったかを身に染みてほしいものだ。あと姉さん離婚してたんだってな。しかも姉さんの不倫が原因で追い出されたんでしょ。それで金もないし、行くところもなくて転がり込んできたんだろ。どうしてそれを。元旦那さんから俺に連絡が来たんだよ。お前からの慰謝料の支払いが滞っているって。だから今住んでいる場所を教えておいたから、ちゃんと残りの慰謝料を支払えよ。そんな。電話なので見えないが、義士は膝から崩れ落ちてそうだ。すると電話の声が義両親に変わった。マサト、のぞみさん、私たちが悪かったわ。頼むから戻ってきてくれないかしら。勘違いしてたのは謝る。のぞみさんが大黒柱だっていうことはよく分かった。だからまたこの家に一緒に住んで、家賃を支払ってくれ。そのように懇願してくる義両親。残念だけどそれは無理だな。そもそも母さんたちはのぞみのことをいびってただろうが、そんな人たちのもとにのぞみを連れていくわけないだろう。それについては謝るから許してちょうだい。いや無理だな。っていうかそもそもそっちには簡単に行けないからな。どういうことよ。俺たちは今は海外に住んでるんだ。え、日本に帰る予定は今のところないんだ。そんな。それじゃあもう切るからな。念のためみんなのラインはブロックしておくよ。ちょっと、待ち。夫は電話を切り、そして私たちは義実家の人たちの連絡先をすべてブロックした。夫の親戚から聞いた話だと、結局家賃が支払えずに家を出て、現在は狭いアパートで3人で貧乏な生活を送っているそうだ。一方、私たちは誰にも邪魔されない夫婦での幸せな生活を謳歌している。私たちが今住んでいるのはアメリカのニューヨークだ。まだまだ私たちは新米ニューヨーカーだが、現地に長く住んでいる日本人夫婦と仲良くなったので、地元民が知っている穴場の飲食店なども教えてもらいながら楽しいニューヨークライフを送っている。私は即刻離婚を玄関前で決意した。そして勢いよく玄関のドアを開けた。うわ、びっくりした。夫は慌てて電話を終わらせた。おかえり。今日は早いんだね。ただいま。 ATM ちゃん、ただいま戻りました。いや、あの、夫の顔は真っ青だ。全部聞かせてもらったよ。即刻離婚でお願いします。私はのぞみ、夫のマサトと結婚して4年。私は衝撃の真実を知ってしまうことになる。私はこの4年間、いやそれ以前に彼の何を見てきたのかと自問自答してしまうが、過去に過ぎ去ってしまったことを悔いても仕方がない。前へ進むしかないのだ。話は数年前に遡る。私と夫は行きつけの居酒屋の常連客だった。店長が月一で開くお客さん感謝イベントに呼ばれた私は、そこで夫と出会うことになる。ノリのいい夫と意気投合し楽しいお酒を飲んでいたが、当時、私は夫を恋愛対象として見てはいなかった。
だって年が8歳も離れているし、年下だったしね。40を超えても独身を貫いていた私は、結婚願望ゼロ。でも子供は可愛いと思う、独身街道まっしぐらだった。のぞみさんって、マジで独身なんですか？ふ、情報早いな。店長め、喋ったな。もしかして、バツイチとか？いや、バツすらもついてないっす。マジっすか？そんなに綺麗なのに、男が放っておかないでしょ。マサトちゃん、君は分かってないな。まだ若いわ。あのね、男の人はね、バリバリ仕事をしてバリバリ稼ぐ異性を妻にしたいとは思わないのよ。え、そうなんすか。ええ、そうよ。これまでそれが理由で何度も結婚までいかなかったもの。結婚したら家庭に入ってくれとか、家事をしてくれとかね。私に結婚は向かないわ。中にはお互い助け合ってるご夫婦もたくさんいらっしゃるんでしょうけどね。私はそういった相手に巡り会えなかったわ。そうだったんすか。なんていうか、お疲れっす。やだな、哀れむな。私はこの生活が好きなのよ。そうっすね。今日はとことん飲みましょう。こんな調子で私と彼は親しくなり、二人でも飲み歩くようになった。そんな日々が3ヶ月ほど続いただろうか。いきなり彼から結婚を申し込まれた。ねえ、のぞみさん、俺と結婚しません。はあ？なんて。私は飲んでいたお酒を吹き出してしまった。うわ、すごい飛んだし。ごめん。だってさ、一緒に酒飲んでてこんなに楽しいんですよ。結婚したらもっと楽しいと思いません？いや、ちょっと考えたこともないんだけど。え、それって俺のこと異性として意識してなかったってことっすか？いや、マサト君が男性であることはもちろん認識してるけど、恋愛感情はゼロよ。楽しい飲み仲間の一人って感じよ。そうですか。俺はのぞみさんのこと最初から異性として意識してましたけどね。え、本当に？はい、のぞみさんと結婚できたら楽しいだろうなってずっと思ってました。あら、そうなの。それはありがとう。俺、こう見えて料理うまいっすよ。家のことも結構できる方です。なんか新しい感じね。そっすか。今時男だって家のことやりますよ。あら、そうなの。そうですよ。俺、いい物件だと思いますよ。のぞみさんはそのまま仕事に邁進してくださいよ。俺が家のことは一手に引き受けますから。美味しい食事に綺麗な部屋、おまけに酒も飲める楽しい話し相手が一緒に暮らすんですよ。うん、悪くない。これまで私に結婚を申し込んできた人とは全く毛色が違う。家のことを一手に引き受けてくれるなんて最高じゃないか。いや、ここはもう少し冷静になるべきだ。彼とは交際もしていないのに結婚を申し込まれている。これはリスキーな問題だ。あのさ、すごく嬉しいんだけど、これまで恋愛感情を持っていなかったわけだし。交際を申し込まれるならともかく。まあ、それも8歳上のおばはんにそんなこと言ってくれることは。本当にありがたいんだけど、いきなり結婚っていうのもね。そっすか。今時、交際ゼロ日婚なんて珍しくないっすよ。ちょっと前に芸能人同士もそんなことあったじゃないっすか。あら、ごめんね。メディアに疎くて知らないけど。結婚しましょうよ。結婚って、パートナーを見つけるってことじゃないですか。俺、結構いいパートナーになれると思いますよ。あの、私はあなたより8歳も年上だけど、その、
そこは問題ないのかしら。え、のぞみさん、50個の100円と58個の100円玉がテーブルに置かれてたらどっちがどっちって判断できます？いや、難しいかも。それと一緒ですよ。今は年の差が気になるかもしれないけど、のぞみさんが58歳の時、俺50ですよ。大して変わんないじゃないですか。なるほど。そして私は交際0日婚を受け入れた。正直稼ぎはあるし、これでダメだったら罰がつくだけだと簡単に考えていたことが大きい。私は彼と一緒にお酒を飲むことがとても楽しかったし、同居するくらいの気持ちでいた。そして夫は結婚と同時に私の持ち家で一緒に暮らすようになったのだが、有言実行とはまさにこのことだ。夫は本当に家のことを一手に引き受け、海外しくいろんなことをしてくれた。のぞみさん、おかえり。今日はビーフシチューだよ。ただいま。うん、外までいい匂いがしてたよ。ありがとう。じゃあ今日は白ワイン開けちゃいますか。いいね。夫の料理はどれも手が込んでいて本当に美味しい。のぞみさん、ワイシャツにアイロンかけておいたからね。ありがとう。夫と結婚してからというもの、私の私生活は楽になった。そんな幸せな新婚生活が続いたある日、ちょっとした事件が起こる。ただいま。あ、のぞみさん、おかえり。今日は水餃子だよ。ありがとう。あれ、元気ない？会社で何かあった？うん、俺上司から嫌がらせされてる。え、夫はうなだれていた。これまでも何回もあったんだけどさ、俺心が折れそう。聞けば上司からパワハラまがいのことを延々とされ続け、無理難題なノルマを押し付けられる日々が続いているとのことだ。そして私は言ってはいけない一言を言ってしまう。今思えばこれこそが夫の策略だったのに。そんな会社辞めなよ。え、でも。そのまま続けても体壊すよ。うん、いいよ、私が稼ぐから。あなたさえよければ専業で家のことしてくれても構わないよ。いいの？もちろんだよ。これまでだって仕事がある中で家のことをしてくれて本当にありがとう。生活費はもちろん渡すし、あなたが好きに使えるお金だって渡すよ。のぞみさん、ありがとう。本当にありがとう。こちらこそありがとう。すぐに気がついてあげられなくてごめんね。こうして夫は仕事を辞め専業主婦となった。もともと家のことをしてくれる夫に生活にかかる経費を出させたことはない。家のことをしてくれているのだから当然のことだ。だから夫が仕事を辞めたところで生活が苦しくなることもない。夫のお小遣いくらい簡単に捻出することができる。夫は変わらず家のことをきちんとしてくれている。仕事から解放されてはつらつとしているように見えたことで私はほっとしていた。そんな平和な日々が4年過ぎた頃、私はある違和感を覚えた。おかえり。今日のご飯はビーフシチューだよ。ありがとう。私、マサト君のビーフシチュー大好き。いつも本当にありがとう。いただきます。あれ、いつもと味が違う。珍しく失敗しちゃったのかな。もちろん美味しい。でも、なんだろう。明らかに系統の違うビーフシチューだ。どう？美味しい？うん、いつもありがとう。よかった。今日はいつもより時間をかけたからね。なるほど。煮込みすぎてしまったということか。でも、いつもより野菜の食感が強いけどな。
その日を境に夫の作る夕飯はこれまでにない味が並んだ。ねえ、マサト君、今年健康診断受けたよね。うん、のぞみさんの会社のやつね。先月受けたよ。そうだよね。何か問題あった？いや、ないよ。この間、結果見せたじゃん。そうだよね。何何？心配してくれてんの？夫は上機嫌だったが、何かが違う。こんな私にも女性の直感というものがあったんだろうね。私は仕事の合間を縫って興信所を探し、夫の素行調査を依頼した。その結果、夫の浮気が発覚したのだ。私は目の前が真っ白にはならなかった。心のどこかで、いつかはこんな日が来るかもしれないと思っていたのかもしれない。お相手は20代前半の女の子だ。私と20歳以上も年の離れた女の子と夫は浮気をしている。やはり男性は若い女性に目移りするものなのだろうか。ショックというよりは仕方がないといった感情が強い。私は事実をつかんだものの即刻離婚。とはならなかった。もともと離婚をしようと思って調査を依頼したのではなく、もやもやしたままの状態で過ごしたくなかっただけ。夫はこれまで私にとても尽くしてくれたし、彼は自分の仕事を全うしていた。気の迷いであれば、そのまま何も言わずにほとぼりが冷めるのを待とうと思っていたのだ。ただ、それなりに気持ちは沈んでいる。私はその日、早めの帰路に着いた。玄関の前で鍵穴に鍵を差し込もうとしたところで、夫の大きな笑い声がした。大丈夫だよ。これから会おうよ。夫は浮気相手と電話をしているようだ。なんつうタイミングで帰ってきてしまったのか。大丈夫。お金なら心配しないで、うちの ATM ちゃんが何とかするから。で、今なんと。そう。俺の嫁のあだ名は ATM ちゃんだから。俺が ATM ちゃんと結婚したのは金のためだからさ。じゃなきゃ、あんなババアと結婚するわけないじゃん。え、料理、大丈夫。最近はレトルトだから、時間ならたくさんあるよ。そういうことか。夫は最初から私をお金としてしか見ていなかったんだな。夫の料理はどれも美味しかったが、ATM 扱いされてまで食べたいかと問われれば食べたくない。最近はレトルトらしいしね。それなら私にも作れる。私は即刻離婚を玄関前で決意した。そして勢いよく玄関のドアを開けた。うわ、びっくりした。夫は慌てて電話を終わらせた。お帰り。今日は早いんだね。ただいま。ATM ちゃん、ただいま戻りました。いや、夫の顔は真っ青だ。全部、聞かせてもらったよ。即刻離婚でお願いします。え、やだな。ちょっとした冗談じゃん。冗談。浮気をしてるのに。いや、浮気なんてしてるわけないじゃん。ちょっと男友達と嫁を腐すことだってあるでしょ。じゃあこれは何？私は興信所の調査報告書をテーブルに置いた。夫はそれを手に取り、中身を見ると即座にバンと調査書を閉じた。これは浮気ね。遊びなら黙ってるつもりだった。でも ATM 扱いされてまであなたと一緒にいるほどお気楽な性格なんて持ち合わせてないんだわ。私にあなたを養う義務なんてもうないわ。すると夫が開き直った。離婚ね。いいの。のぞみさん、俺と別れちゃったらずっと一人だよ。どうすんの。老後のこととかさ、誰にも見てもらえないね。あんたが私の世話を懐疑しくするとは思えないわ。
毒でも盛られて財産奪う気でしょ。そのつもりだったんかい。許せねえな、こいつは。なんだ、のぞみさんの財産は手に入らないか。じゃあいいよ、離婚で。俺にはのぞみさんより稼ぐ資産家の娘だっていう彼女もいるしね。あなた浮気相手一人じゃなかったの？のぞみさんが頼んだ探偵もやっつけ仕事だね。一人しか見つけられないとかどんだけだよ。まあもういいや、早く家から出てってね。わかった、今日中に出てくわ。ってなるか、この家は私の家でしょ。出ていくのはあんたでしょ。は、夫婦になったら財産は共有だよ。この家だって半分は俺に権利があるんだよ。どこまで無知なの。これは弁護士を交えて話をする必要があるようね。後日また話し合いましょう。いいから早く出てけよ。私は当面の仕事関連のものを持って家を出た。あの様子じゃ夫は家から絶対に出ていかないだろう。話し合うだけ無駄だ。今は私が追い出される形となったが、これは法の下で決着をつける。後日弁護士を伴い家へ戻ると夫はとても驚いていた。まさか本当に弁護士がやってくるとは思っていなかったようだ。お前、第三者を入れるなんて卑怯な真似すんじゃねえよ。いや、ここ私の家だし、不法占拠を許すわけないでしょ。ここは私名義の家なんだから、あんた負けるよ。お金いっぱいかかっちゃうね。夫はお金がかかると聞くと家を出ていくことを受け入れ、3日ほどで荷物を片付け出ていった。後日、無事離婚が成立したのだが、元夫はその際もお金に執着した。彼が望むことはただ一つ、私の財産を半分よこせというもの。しかし元夫は3人の女性と浮気をしていたことが発覚し、その慰謝料を一括で請求するというと押し黙った。結局、婚姻関係であった4年分の共有財産は、慰謝料と相殺ということで決着がついた。その時、元夫は3人のうちの大本命である資産家のお嬢さんのことを高らかと語り、お金に不自由はしないと豪語していた。最後まで彼はお金のことしか口にしなかった。それから1ヶ月、私は平穏な日々を取り戻しつつあったが、元夫からひっきりなしに電話がかかってきていた。のぞみさん、ごめん。あら、謝罪？どういう風の吹き回し？あの子、詐欺師だったんだ。は？ほら、あの、資産家の。ああ、何？有金全部取られたの？そうなんだよ。彼女のお父さんの投資に乗らないかって言われて、社会人時代に貯めたお金全部渡しちゃったんだ。儲かるって言われたのに。あはは、バカだね。のぞみさん、助けて。俺本当に人もんなしになっちゃったよ。自業自得だろ。じゃ、お元気で。ブロックします。私は電話を切って、宣言通り元夫の連絡先をブロックした。その後、元夫は国籍の違う人たちが集団で工場へ向かうバス待ちの列に並んでいるところを居酒屋の店長に目撃されている。きっと彼らと混じって仕事をしているんだろうね。年も年だし、もう誰からも相手にされなくなってるんだろうな。あの人料理上手なんだから、家政婦代行になればそれなりに稼げると思うが、教えてやることもないだろう。私は元夫とのことがきっかけとなり、現在は仕事のみに集中している。彼には老後がうんぬんと言われたが大丈夫。お金をがっつり貯めて施設に入るつもりだ。人間それぞれ生きていく道が違っていいのだ。
私は私の思った人生を歩んでいく。